裏ドラと称しまして、表側のテレビで放送しきれなかった部分をここで解説しようと思います。水曜朝活テレビ MB の俺のドライジはい、こんにちは、MB です。水曜朝活 TV、MB の俺のドライチ、BS とエロビで、毎週水曜日6時30分から放送させていただいてます。私の冠のテレビ番組がございますけれども、毎週土曜日はですね、MB チャンネルの方で、裏ドラと称しまして、表側のテレビで放送しきれなかった部分をここで解説しようと思います。はい、で4月22日放送分の MB の俺のドライチなんですけれども、メガネがテーマでしたね。りょうさんにメガネをかけてもらってですね、グラスフィッターの、一世さんを迎えて、メガネについてお話ししていただきました。ちょっと一部 VTR 見てみましょうか。よろしくお願いします。お願いします。一世です。ありがとうございます。はい、失礼します。グラスフィッターとはメガネ専門のスタイリストです。はい、一世さんは有名人のメガネのスタイリストをされているんですけども、例えばどなたをやってるんでしょうか。そうですね、させていただいているのは、はい、まあ、鶴瓶師匠だったり、はい、まあ、リリーさんだったりとかさせていただいたりとか、たくさんのメガネを持ってきてもらいました。はい、ドライチガールさんお願いします。ここ最近の流行の流れを教えてもらえますか。そうですね、ここ数年はやっぱりちょっとこうクラシックフレームと呼ばれるものがこうブームには、まあ、トレンドにはなってますね。クラシック、はい、クラシックフレームというと、まあ、比較的こうシンプルな感じの、まあ、丸い形だったりとか、まあ、ボストン型だったり、確かに、はい、まあ、まさに今かけてらっしゃるようなメガネの形がクラシック。メガネ、漢字としてはこれ、はい、あ、でもこれが初心者向けかなと思っております。初心者向け、うん、はい、だいぶ攻めてます。そうですね、はい、これがなかったら、そうです、これがなかったら、それがなければまだ難しいよなこれがあるとないでそんなに変わるんだね。ね、そうですね、うん、はい、そんな感じでしたね。今回一世さん、グラスフィッターの一世さんと僕でりょうさんにメガネのことについてお教えさせていただきました。今回はですね、裏ドラの方では、本編の方で使った洋服だったりとかブランドだったりとかの説明をちょっとだけ補足しようと思います。まずですね、メガネについてはまあ後に回すとして、ちょっとジャケットとかりょうさんに着せて使ったものを紹介しようと思います。まずこちらですね。はい、こちらでりょうさんに着せたのがナノユニバースのジャケットですね。ソロテックス使ってるジャケットです。ソロテックス使ってるジャケットって結構あるんですけど、ナノユニバースさんなんか多分業界の中でもかなり売れてる方で、ソロテックス使ったシリーズで、ソロテックスなんですけれども、まあなんて言えばいいのかな、多分普通に考えると洋服ってめちゃめちゃアナログな世界だと思うんですね。布を糸でこう縫っていって作るアナログな世界だと思われてると思うんですけど、化学繊維って結構ね、毎年毎年新しい素材が生まれていて、本当にこうどん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 便利になってきてるんですね。例えばシワがつかないだとかね、首元にその繊維入れると伸びないとかね、まあいろんなものが出てきてるんですけど、特に近年注目されてるのがソロテックスですね。ソロテックスどんな素材かっていうと、まず経年劣化がほぼないっていうこと。まあ化学繊維で経年劣化がないものって割とあるはあるんですけれども、経年劣化がないっていうものと、あとシワがつかないっていうこと、あとはまあ水弾くだったりとか、あとは発色が美しいだったりとか、まあ、いろんなものがありますね。まあシワがつかないで経年劣化がないっていうことがまあすごく素晴らしいことなんですけど、そうすると化学繊維感のあるナイロンっぽい風合いになるんだけど、ソロテックスの場合は発色がすごく天然繊維風に見せることができるんですね。なので今結構流行りじゃないですか、スーツ、アクティブスーツみたいな、シワがつかない洗濯機で洗えるみたいな、まあ、そういうスーツが割と人気の中でソロテックスを使う、ソロテックスって本当に洗えるし、シワにならないし、耐久性高くて、しかも発色もウールライクな発色ができるんで、人気があるっていう感じですね。まあ、ニューバスポットさん、このジャケット結構おすすめだと思いますけれども、売れてると思いますけれども、ぜひチェックしてみてください。まあ、りょうさん着てる感じで、こんな感じで、割とね、フォーマルな印象にも使えるので、ぜひチェックしてみてください。で、続いては、メゾンスペシャルさんですね。はい、こちらで使ったジャケットがメゾンスペシャルさんのアイテムですね。メゾンスペシャルは、僕結構何回か紹介してます、この MV チャンネルで。D2C ブランドですね。D2C、ダイレクトトゥーコンシューマーですかね。消費者に直接、そのメーカーが届けるっていうシステムの D2C っていうブランドですけれども、つまり、
間に誰かを挟んでないんですね。普通のブランドって物作って小売店に卸して小売店から最終消費者に行くわけですけども、 D2C っていう場合はそのメーカーさん、ブランドさんが作ってブランドさんがそのままお客さんに届けるっていう、まあ、ダイレクトな販売方法をする。そうすると合間にこう中間マージンが発生しないんで、その分安く物を提供できるよっていうのが、まあ、D2C の特徴なんですけれども、メンズのデザイナーズ系の D2C だとメゾンスペシャルさんはまあ代表的な存在だと思います。このジャケットもですね、アウトラストかな、 NASA が開発したアウトラストっていう素材があるんですけど、まあ、アウトラストって非常にハイテクノロジーな素材でですね、人間がこう快適だと感じる温度、何度だったかな、30度ぐらいなんですけど、30度ぐらいの温度を、保つようにできてるんですね。まあこうなんていうのかな、科学的な機能で調整するんだけど、その詳しいテクノロジーは調べていただきたいんですけど、僕もアウトラストパッと言われてそのぐらいしか出てこないけど、まあアウトラスト昔から、まあ、比較的昔からある機能素材なんですけどね、 NASA が開発したもの、まあ、それを使ってる、ジャケットですね。割とこうオーバーサイズな形になってるんですけれども、ショルダーの肩のパッドを抜いてあったりとか、まあ本当に落ち感のあるような素材を使ってるんで、あんまりねビッグサイズって言っても、りょうさん着てるの見てもらって分かる通りですけど、あんまりそのダボダボしてる感じはないと思います。なので、大きめのサイズのジャケットなら、まあ大きめサイズのジャケットで ZOZO とかで検索すると本当に安物の粗悪品みたいなのも結構いっぱい出てくるんですけど、メゾンスペシャルさんは作ってるところが、まあ、割とこう仕事のできる工場でやっていてですね、素材感もまあすごくいいし、アウトラスト使ってますし、物としては非常にいいんだけど値段もそこまで高くはないっていうところで頑張ってらっしゃるんで、もしあったらチェックしてみるといいかもしれません。はい、でメガネについていきましょうか。今回メガネについての話なんで、一瀬さんがやってらっしゃるブランドなんですけど、リシーっていうブランドから今回メガネをお借りさせていただきました。全部で5つぐらい多分モデル紹介したと思います。まずは一つ一ついきましょうかね。はい、まずはアリストっていうモデルですね、こちら。はい、個人的にはすごく、いいアイテムだなと思っていて、最終的に今回の番組でドラ1、まあ、毎週ドラ1っていう、まあ、ドラ1ってドラフト1位のことなんですけど、毎週のドラフト1位を必ず1点僕は決めるんですけど、今週のドラ1これにさせて、このアリストにさせてもらったんですけど、アリストのね面白いところはね、メタルとセルどちらの印象も兼ね備えたアイテムってところなんですよ。まあ他の MV チャンネルの動画でも説明してますけども、メガネって、まあ、大きく分けてメタルフレームとセルフレームってあるわけじゃないですか。セルフレームってほらなんか縁があるやつね、プラスチックの縁があるやつ。メタルフレームって金属のさ、メタル素材の金属のやつ、まあ、その2種類あるわけじゃないですか。黒縁とさ、黒じゃなくてもいいんだけど縁のあるやつと金属のやつ、その2種類あるわけだけども、メタルの金属の方はフォーマルな印象があって、セルのプラスチックの方はあったかいカジュアルな印象があるんですよ。まあ、これはまあメガネサラと常識なんだけど、メタルとセル、フォーマルとカジュアルで分かれるんだけど、だからメタルはちょっとこうビジネス感が出るし、セルの方はプラスチックの方はカジュアルな印象が出るし、だから自分がまあスーツ多く着る人だったら、まあメタルの方が雰囲気が出るし、T シャツとかデニムが多い人だったらセルの方が雰囲気が出るしっていうところなんですけども、まあどっちを選ぶかっていう、まあ二者択一的なところはあるんだけど、このメガネはね、ハイフリットなんですよ。メタルとね、セルをね、ちょうどよくこう混ぜてるんですよ。メタルパーツもあって、でこうメガネのフレーム部分もですね、メタルとセルをこうなんかサンドイッチしてるような感じになっていて、横から見るとメタルフレームなんだけど、前から見るとセルフレームみたいになっていてですね、ちょっとこう面白い見え方をするアイテムです。だからそのメタルとセルどちらの印象も持ってる、そのフォーマルな印象もあるしカジュアルな印象もあるんで、決めすぎないしビジネスすぎないし、でも砕けすぎてないので、まあ、仕事にも使えるし、仕事じゃないカジュアルの時にも使えるので、これ結構面白いアイテムだと思う。しかもセル部分がですね、チタンで作られてるんでかなり軽いんですね。で耐久性も高いし、修理もできるんで、これね、本当にいいアイテムだと思います。あんまり見ないですね。このぐらいの金額でメタルとセルをこうサンドイッチで、コンビで使ってるっていうのは、僕がそうですね、知る限りはそんなに多くはないと思いますので、まあ、もちろんこういうアイテムあるはあるんだけど、結構高いものが多いんですよ。で、このリシーは本当に安めにで、これ確か2万円台ぐらいじゃなかったかな。この値段でいいんですかって僕伊勢さんに言ったら、そうなんですよ、これ価格は多分どこよりも安いと思いますっておっしゃってて、結構ね生産背景頑張ってらっしゃるみたいで、まあリシー原宿の駅前にお店があるんで、まあもしこの外出自粛が終わったらですね、ぜひ行っていただきたいんですけれども、まあそんな感じですね。
はい、次々行きましょう。次は、テイクというモデルですね。こちらですね。はい、テイクこちらですね。りょうさんがかけてらっしゃいます。これはなんかフォーマルな印象ですよね。それこそ本当にメタルフレームでですね、いかにもビジネス感があるような印象になってはいると思います。あとは、MV チャンネルの他の動画でも説明してるし、このドライチのところでも説明してるけど、直線はね、フォーマルな印象があって、曲線はカジュアルな印象があるんですよ。で、このテイクって、メタルフレームでしかも直線なんでフォーマルな印象がダブルで重なってるんですね。なので結構かっちりした印象になると思います。なので仕事感とかを出したい人とか、まあオンスタイルが多い人とかはですね、このテイクがいいのかなというふうに思っております。まあこういう外出自粛でリモートワークする時もこのズーム会議とかする時にね、このテイクとかね、こうメタルフレームの直線のものをかけてあげると急に仕事できる感が出るんで、まあそんな感じの使い方もありだと思います。続いてポストっていうモデルですね、こちら。はい、ポストもですね、テイクと同じようにメタルフレームなんですけれども、こちらはね、直線感が少し薄いですね。若干曲線が入ってるので、もうちょっとカジュアルな印象がありますね。まあ、ただメタルフレームで若干直線部分があるので、まあ、ややフォーマルな感じはあるんですけれども、まあ、そこまで決めすぎないって感じですね。まあ、こんな感じでね、直線、曲線、そしてメタルフレーム、セルフレームで、オンなのかオフなのかっていうのを見極めてあげると、意外と自分のその生活スタイルと買うべきメガネっていうのが見えてくるんで、参考にしてもらえればなというふうに思っております。で、続いてターンっていうモデルですね。ターンに関してはですね、さっきのアリストとちょっと似てますね。セルとメタルが若干混ざってるような印象になってます。これ結構使いやすいと思いますね。丸型でセルっぽいんだけど、まあメタルが多いかな、パーツとしては。メタルが多いので、まあフォーマルとまでは言わない、若干カジュアルみたいな感じですかね。まあそんな感じで、テイクが一番フォーマルで、ポストがちょっとカジュアルになって、さらにカジュアルなのがターンっていう。印象ですかね。で、どっちも兼ね備えてるのがアリストっていうところだと思います。で、最後、クライム。こちらですね。クライムはですね、ツーブリッジになっていて、若干個性的な印象です。まあ、メガネって、ちょっとこういう、本当にね、ワンポイントでアクセントのデザインが入るだけで、まあ、ぐっとこう目立つようになるんですよ。っていうのも、その顔周りにつけるものだから、顔周りってやっぱ目立つじゃないですか。だから何か違うのが入ってると、メガネってね、簡単に目立つように個性的になるんで、今回のりょうさんみたいに白い T シャツと、インディゴのデニムとか、こういうシンプルなスタイルの人は、意外とこういうアクセントあるものをつけてあげるといいかもしれないですね。地味な印象っていうのが一気に飛ぶので、メガネってね、デザイン強いものを選んじゃうと、ちょっと違和感覚えるんだけど、ただ、でもこのぐらいの細いフレームでアクセントつけるとそんなに違和感出ないんで、意外とツーブリッジってね、面白いと思います。細フレームのツーブリッジって、違和感は出ないんだけど、個性は出るので、この辺のね、バランスはすごい面白いので、ほとんどの人が多分試したことないと思うけど、ツーブリッジぜひ試してみてください。ちょっと面白い見え方になりますよ。遊びメガネであることは間違いないんだけど、オンスタイルでは使えないと思いますけれども、これだけでね、結構シンプルなスタイルが変わったりするから、ぜひね、メガネっていうものをその視力の補助用品としてじゃなくて、おしゃれ用品として、ファッション用品として、装飾品として買うんだったら、まあこういうものもありだよなっていうのは思いますね。はい、そんなわけで、りょうさんに今回来てもらったアイテムをザザーっと紹介させていただきました。まあ本当にね、衣装協力見てもらえば分かる通りですけれども、僕がまあ MB チャンネルで紹介しているものだったりとか、僕は個人的に仲いいブランドさんとかがメインでですね、ナノさんとかね、コラボしたこともあるし、メゾンスペシャルさんとか僕大好きなんで、メゾンスペシャルの事業部長さんともよくお会いしてますし、本当に仲良しで、衣装協力していただいてありがとうございます。感謝してもしきれませんけれども。それでですね、次は、若手芸人さんをですね、ちょっと印象を変えようと、全身変えてあげようみたいな企画を、毎度やろうと思ってるんですけど、今回第1回目はハロー上田さん。ビーズのモノマネで有名なハロー上田さんなんですけど、着こなしを僕やらせていただいたんで、まずそちらの VTR をどうぞ。お願いします。お願いします。まあ本当に予想通りのチェックシャツとデニムで来るんですね。ちょっとまあ稲葉さんがね、チェック赤のチェックっていうイメージがあると思うんですけど、普段着から結構物は悪くないんですよ。あ、そうですか。チェックシャツもこれ実は素材すごい、さっき触らせていただいたけど、そうですね、褒めてくれましたもんね。素材めちゃくちゃいいものだし、はい、デニムもシルエット意外と綺麗だし、はい、だ靴はだいぶなんか小汚い、ちょっと靴汚れてます。ちょっとこれ気にしてますって感じなんですけど、はい、スラックスとかジャケットとかに抵抗があるっていうんであれば、はい、
色をスーツに寄せるっていうのも一つです。スーツって基本黒とかグレーじゃないですか、はいはいはい、でも今やっぱ赤とかにしてるんで、はい、それをだから黒でちょっと引き締めてあげる。そうっす。はい、では着替えが終わったみたいなんでお越しいただきましょう。お願いします。どうも。いいじゃないですか。生まれ変わりました。全然印象違います。ありがとうございます。すごいですね。いいですね。やっぱチェックシャツのあのビーズの感じよりもいいです。それは別にいいじゃないですか。それはいいんですか。あれはあれでいいんですか。生地がいいんですか。そうですね、生地がいいでもコーディネートすごいいいですね。似合ってますね。ちょっと見えるボーダーもすごいいい感じです。バッチリです、はい、バッチリです。すみません、ちょっとこれ気に入ったんで今日これ着て帰ります。着てた服は、着てきた服はどうするんですか。いらない何も捨ててしまおう。捨てちゃダメだと思う。いや、ラブハンド。わかります。はい、以上売れ筋アイテムは本当におしゃれなのかのコーナーでした。ありがとうございます。はい、ハロー上田さん、こんな感じで、変えさせていただきました。ね、ハローさんはね、一回飲みに行ったんですよね。大勢いる飲み会で、隣に僕座ってたのかな、たまたま。それで、まあなんかこう、芸人さんとかいろいろテレビ関係者の方とかが集まって飲んでた時にですね、隣にいてくれて、それでなんか、何を振っても何を喋っても、ビーズの歌詞で返してくるっていう芸ができるんですけど、それがめっちゃ面白くて、2年ぐらい予約取れない焼肉屋さん行ったんですよ。超うまくて、で帰りとかにめっちゃうまかったけど、もうこれ次来るの2年後ってことですもんね。なんとか予約取らなきゃいけないわけですよね。ハローさんみたいなのを言ったりすると、例えばどうにかしてみたいなビーズの歌詞で全部返してくるんですよ。超面白いです。それで今回番組始まって、どうにかハローさんを呼べないかと僕がブッキングをお願いしてですね、なんとか実現に至ったんですけれども、本当にありがとうございます。でそのハローさんを変えたのが、今回まあ楽天とかで売ってるあのマイノリティさんっていうブランドなんですけど、そこで全身変えさせていただきました。マイノリティさんだけじゃなくて、小物は今回ミスターオリーブっていうブランドを使わせていただいてます。で、まあ、ハローさんの場合はですね、これがまあ元のスタイルですね。チェックシャツに中、プリントの T シャツ入れて、クラッシュのデニムで、ちょっと小汚いスニーカー、番組内でもちょっといじられてたんですけど、まあでもね、そんなに別に悪くはないんですよ。バランスは比較的取れていてですね、だからどうしようかなと思ったんですけど、まあ思いっきり変えるには、まあ本当に色味抜いて、モノトーンにして、スマートにすればいいかなと思って、パッと変えたんですけど、ここで肝となってるアイテムがですね、まあこんな感じで変わってくれたんですけど、なんか全然印象違うでしょ。大人っぽくなりますよね。うん、おしゃれになると思います。で、まあボーダーの柄を中に入れてとかっていうのをあの本編で話してると思うんですけれども、何よりですね、実はこのコーディネートのポイントはパンツと靴だと僕は思ってます。パンツと靴にちょっと力点を置いてます。でっていうのもパンツと靴は僕の理論では何度も言ってることなんだけど、要するに下半身綺麗にしとけば大体何でも OK なんですよ。下半身に細身のスラックスとか革靴とか入れとくと、上に雑に着た T シャツとかチェックシャツとか着ても何着ても大体うまくいくんですね。なので、パッと印象変えたいんだったら、まず下半身を整えることからやってあげればいいだけなので、まあそれでいいかなと思って、1回目なんでちょっと定石にのっとってですね、綺麗にまとめてみました。でパンツこれすごい良くて、これガチでおすすめしたいんですけど、ポンチ素材のテーパードパンツなんですけども、まあスラックスと言いつつですね、まあポンチなんですよ。ポンチってどんな素材かっていうと、逆から読んじゃいけないんだけど、ポンチって化学繊維なんだけど、張りがねすごいある素材で、本当にねパッと見はウールみたいな感じに見えるんですよ。光沢があって張りがあってウールみたいなスラックスに見えるんだけど、実は触るとわかるんだけど、触るとねスウェットみたいな感覚なんですよ。だから着心地はスウェットで、伸縮性もあって家で洗濯機でできるんだけど、でも見た目はウールライクなスラックスっていう風なものが作れるんで、でしかもポンチの素材って、まあ本当にこう定規いろいろあるし、なんだろう、ピンキリなんだけども、安いポンチ素材でもそんなに悪く見えないんですよね。でこれいくらかって言われると2900円なんですよ。このスラックスやばいでしょ。全然見えなかったです、これ。マジでおすすめ。テーパード感も見てわかる、写真見てわかると思うけど、裾まで結構綺麗に細いんですよ。で、2900円ぐらいのアイテムって、大体いろんな人に着てもらわなきゃいけないから、裾幅って緩くなるんですよ。テーパードにしてもね。テーパードって当たり前だけど、裾が細い方がシュッとなって綺麗に見えるから、細くした方が当然いいんだけど、でも、2900円ぐらいの価格付けにしちゃうと、いろんな人に買ってもらわないと商売にならないから、裾幅をあんまり細くぎゅうぎゅうに
しないんですよね。誰でも足通せるように抵抗なく履けるようにちょっと緩めに作るのが普通なんですけど、これ2900円なのに割と攻めてるんですよ。これめちゃくちゃおすすめです。29000円でも売れると思う。なので、今回あこれすごいいいなと思って使わさせていただきました。グレーの色味もねちょっとだけ明るめで程よいんですよね。これ以上明るいと割と使うの難しくなるんだけど、やや暗めのグレーでですね非常にいいアイテムだと思います。アンクル丈とフルレングス丈あるんですけど、どっちもいいですね。僕はアンクル丈がまあ一番あの合わせやすいからアンクル丈にしちゃったんですけど、フルレングスもおすすめです。で、足元で使ってるあの靴なんですけど、これもポイントで、この靴はミスターオリーブさんの靴でですね、いわゆる普通の革靴ではあるんですけれども、革靴って実は選ぶのすごい難しくて、あまりにもそのロングノーズ細身すぎるとビジネス風になっちゃうんですよ。だから仕事用の靴履いてるみたいになっちゃうんですよ。で、あまりにも今度は丸っぽい靴をあのドフターマーチみたいな丸っぽい靴を選んじゃうと、今度はカジュアルっぽくてワークブーツみたいになっちゃって、だいぶあのボテッとあのボリュームが出すぎて足の短さが露呈しちゃったするんですね。程よい細さで程よい丸みってのが求められるんだけど、まさにこのミスターオリーブ、まあ、ミスターオリーブさんもブランドの歴史が長いからこの辺作るのうまいんですよね。だからその細いんだけど頭部分、つま先部分は丸みを持ってるっていう非常にいいバランスのワークブーツ作ってらっしゃるんで、こんな感じであの綺麗にまとまってると思います。で、これねウォータープルーフなんですよ。防水仕様なんですよ。で、防水仕様って基本的に表面加工して水を弾くようにするのが普通なんだけど、これはねミスターオリーブしか確か持ってない独自技術だったと思うんだけど、あの表面にね撥水膜作るんじゃなくて、その撥水加工するんじゃなくて、あの繊維にフッ素を定着させるんですよね。あのレザーにあのフッ素を定着させて、でその吸水率を低下させるんですよ。だからレザーの吸水率を低下させ、確か何十パーセントだったかの吸水率を低下させて、それで水を弾くから、つまりどういうことかっていうと、通常の表面の撥水加工だと、普通のあの靴ブランドがやってる撥水加工だと、あの経年でだんだん消えていくんですね。あの表面にこう加工してるわけだから、それは使ってきたらその加工って消えてくわけなんで、あのだんだんウォータープルーフっていうのは弱くなってくるんだけど、これはあの繊維にフッ素を入れてるわけだから、極端なこと言えば裏側もウォータープルーフになってるんですよ。だからいくら使っても防水があの持続しやすいっていうので、ちょっと特殊技術を使ってるウォータープルーフな、まあウォータープルーフだとねちょっと風合い変わったりするんですけれども、ミスターオリーブのこちらはもう本当にあの普通の本革にしか見えないのに雨弾いてくれるんで、まあ革靴って雨の日使えないじゃないですか。でもこれは使えるよっていうところで、まあ、値段的にはね5万600円、結構いい革使ってるんで、まあ、このぐらいの値段になるのかなとは思うんですけど、まあ、さらに それだけじゃなくてね、水弾いて毎日使えるっていうところを考えると、結構価値のあるアイテムなんじゃないのかなというふうに思いまして、こちらを使わさせていただきました。はい、というわけでですね、今回裏ドラこんな感じで解説してまいりましたけれども、いかがでしたでしょうか。第1回目の放送、これから毎週続きますので、ぜひ期待して毎週水曜日ご覧いただいてですね、ついでに今回土曜日のですねこの裏ドラもチェックしていただければ嬉しいです。はい、みーチャンネル、普段はこんな感じで商品紹介、豆知識、ファッションロジックなどをお届けしております。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またお会いしましょう。みーでした。バイバイ。毎週水曜日ぜひチェックしてみてください。